皆さんこんばんは。エルデンリングの DLC を一応クリアしたので、どちらかまとめて先にお見せします。ラスボスのネタバレにもなってますので、未クリアの方はお気をつけください。いつものペースでやってるとラスボスをお見せするまでに1年以上かかりそうですからね。こういう雑魚的に名前だけ付いてるのに一応入れてます。装備は都度お見せします。
ねえと思うぜ。忘れてる場面もありますが、ご容赦ください。またリーフだ。なぜ神々に変え、
鉄の特大券を手に入れてます。評価かける時間が長いので少しカット。
迫ブレスの特性が違う程度に使い回しばかりですからね。これは山に行った時の録画なので、次は合流なんとかです。この辺りから、ボスの属性初見殺しが嫌なので、何属性使うかだけネットで調べてます。
gone. Your fears made flesh.
からもう指紋立て使い出してます。どうせラスボスで必須と聞いてましたし、本編ではマレニアみたいなのがいるので盾持つより二刀バットの方が楽でしたが、 DLC ではそういうのがないので、もう大阪に行きます。もうそのせいで、というかワーキソーレさんの頃からボス戦に期待してないので、本当なら大盾でもなんでもしないので、すでに制限しません。対応できます。エルデンリングの本編までだとグランドコンプレイみたいなことする余裕もあったんですけど、まあ、ダルシーも視点がしたいなら、アテンティー、DLC をモンタン、もしくはグラブをやります。スペック不足で買ってなかったゴーロンでもやろうかなと思っています。導入も気になるけど、PS5 限定でどうにもなりませんし、あれ、1年の PS 限定の割り期間過ぎれば、パソコンで発売されるつもりです。新しいバッタ防具が追加されてたので、いつものバッタ装備です。これへそ出ししてて可愛いですね。っていうノーコストで武器が無限に投げれる武器です。そして相手はただのクマです。
アジンジュアンの使い回しです。まあ使い回しをしてないゲームなんてまず存在しないので仕方ないですけど。夜の爪使ってます。強いといえば強いけど、射程短すぎて投擲武器っていうほどの利点は感じられません。今度はまたムービーまみれのボスです。開始時に流れる程度はいいけど、すぐに話した通りムービーまみれボスは嫌いです。マングロールイントゥーダー。That tarnished, it seemeth. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Yet, my purpose standeth unchanged.Those stripped of the grace of gold shall all meet death. In the embrace of Mesmus Flame.呼ばれるの嫌な。最初から実装してます。
つものムービー中断です。 I will not suffer. A lord devoid of light. No mother. Forgive me.強いと噂の超光瓶と連なる火花の戦技を使ってみました。これも欠点は多いですが、火力だけは確かにあります。あと何がいいって、武器自体の重さが1しかないとこですね。まあこの武器と戦技もどうせそのうち誰も使わないゴミ性能にされると思います。何が問題って、フロムはそういうことするメーカーで、すぐに周知されてるとこです。これ、人気があった頃の FF11 や、ボーダーランズと同じ現象なんですよね。どうせお前ら文句言いながらずっとやるんだろと、天狗になってたかつての人気ゲームは、今現在どうなってるかを見れば、フロムの一言ではないと思います。
私はもともとプログレー信者でもないし、DS 版も知らなかったくらいの完全信者で使ったくせに、ダークソウル4だったこのゲームにがっかりしました。そろそろプログレーの卒業かなと思ってます。この装甲に、分かったので生属性を強化してます。あと雑魚集団対策の黄金波を用意してます。さっきの話ですけど、冗談抜きで会社が倒産するまでこれを削り返すと思う。私が言うまでもなく誰もそう思ってそうですけど、
depths of your... Enough. I have endured more than enough. I ask you forgive me, dearest Nanaya.指紋立てが重すぎるので、これ持つと武器に重量回せないんですよね。敵の攻撃力はもう、カット率が70超えて本編と同じくらいの感覚です。
ボス戦に行くつもりじゃなかったので、適当な装備なんですが、たまたま炎術派生の龍門を土持ってて助かりました。ありません。敵だけ超高速長距離移動、敵だけ超長距離広範囲攻撃でも触れるんだから当然です。ボスキッパーなら大きな使い回しです。この辺りはボディーガードの使い回しされてるんですけど、一度に今からボディーガードを見せしても仕方ないので、どうしても不安はないですけど、you
のトゲを使ってみます。動きの鈍そうなボスには有効なので、次のボスにはいいかなと思ったからです。してこないだけで両ボスに見えてきますよ。戦技連打するだけなので簡単です。What have you done? You've wounded Count Emir most irreparably. Such the And I must attend. My dear star, a fine mother, you will be. My shining star, grant me a mother's strength. Look here at my fingers. I will be the true.Mother.
しか思いません。これだけいろいろ持つと、どうしても指紋立てを外さざるを得なくなります。今度はこいつの使い回し。このゲームのアンデスは、小兵のおかげで全部弱いので、それが救いですよ。終わりが見えてきました。使い回した数とはいえ、ボスだけで1時間超えてるので、ボリュームを非常に上げます。姿が見えなくなったのかと思って探してますが、そういうボスではないです。
す前に NPC との集団戦があります。Erdtree desired all along, the clashing of the favored lords, such that one would prevail. So be it. If you insist upon facing Mikla the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now.これ誰って思ってますけど、アンスバッハの代わりの NPC みたいです。Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Nightmare, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. I am the Red Mane, Freya. The time has come. I could not hope for a worthier foe. This is our moment.Let's make it something to be made of.があったので装備してます。初見でパリーで勝てるとは思ってないので、初戦は負けるつもりでやってます。このステータスで加護は最大の20の状態です。こいつにはバグがあって動かなくなるらしいので呼びません。シロレイ呼ぶだけでボスの動きが増えるので、完全に罠になってます。好きなだけタンピアムールにボス作っておいて、そんなバグは放置して発売するから、なおさら不評を買うんですよ。まあ、二手持ってないシロレイ NPC が動くようになっても、役に立つとも思えませんけど。My loyal blade, and champion of the festival.Both your deeds will ever be praised in song.
Now, the vow will be honored, and my Lord Brother's soul will return, so that he may be my consort. という致命的欠陥があるからです。Consort, Radahn.指紋立て持ちました。ニオウ2もこれくらい派手に攻撃してきますし、 DMC5 のバーゼルの方が派手で激しくてかっこいい攻撃してきますし、なんなら PSO2 のボスの方がもっとめちゃくちゃな攻撃してきます。それでなんでこのゲームは時だけ楽しそうと言われ不況を買うのか。ニオウや DMC や PSO は、それは、中止をやめるなんて、アーティストのような、この遊び人とはまるで間違いだった。もう、ワンシーンが出てるんですよ。
guided by compassion. これはそこそこの攻撃です。頭にマヌケなマークがついて、なりました。もうアンインストールしてみて。
honor our part of the vow. Promise me you'll be my consort. いろいろいい装備はありましたけど、その装備で何するのってなるし、過去作の DLC と比べても4400円では高いと思います。これユーロでは6800円で売ってますからね。どんだけグリーディーなんだか。ではボスだけ最後までお見せしましたけど、探索の続きは一応やるかもしれません。需要なさそうならそっと中断するかもです。それでは今回はこれで終わります。長時間のご視聴ありがとうございました。